ショート紅林の好プレー、中村もうまく打ち返したんですが、三遊間ショート追いつく源田、二塁はどうだ、アウト。いやこの源田の三遊間取った時にも要するに投げる体勢のライト方向、ライト杉本がラインを追っていって取っています、よく取りました。これは抜けていきます、柳田。さあベースランニングは二塁に向かったと、ボールが返っていいボール来た、タッチはこれはアウト。必死からいいボール返ってきました。柳田も最初からセカンドを取ってやるというランニングでしたが、初球振ってきた、セカンドライナー飛び込んでキャプテン作った、アウト。打球はレフトの前だ、どうか、ワンバウンド引っ掛かった。さあボールはホームに帰ってきて、どうだ、タッチはアウト。山田タッチを落とし、杉原好返球、詰まりながらもセンターこれは源田抜けない、華麗な守備でした。さすがは源田です。小坂さんと同じようなタイプだから、はい、あの難しく見えないし、見えないですよね。ストレートを捉えていった、センター前一本、ストレートが行きました、そして2人目が通過、バットが中継して、さあ詰まり込んだがアウト。強い打球、エジェバリア、よく取った、一塁アウト。まあ、これぐらいは朝飯前ですか。この打球がセンターの前に外れていくと、西野さんのキャバを蹴る、バックホーム帰ってきて、さあどうか、タッチはこれはアウト。ユダが西川を刺しました、タッチアウト。初球から行きました、今宮深いところから、その方ヘッドスライディングアウト。今日2つ目ナイスプレーが出ました。打球はレフト後方、ヘッド下がっていく、フェンスに当たった、西川さんでキャンプを受ける、バックホーム、この回転タッチはこれはアウト。三塁もあったでしょうし、おっとこれはピッチャー取れません、ただ源田が出た、源田が出た、アウトにしました。源田が出た、よくフォローをしました。作っちゃってるじゃないですか、見出し号を作りましたかね、サードファウルぐらいからショートレフト追ってきますが、向こう向き、最後はショート、おー、決まりよ、グラブの中アウト。そんなことすんねん、エジェバリア、ちょっとドキッとしたじゃないか。うん、いやいや、これは最後にチラッと見せるなんて、はい、早くも追い込んでます、打ち上げてます、レフトが下がっていきます、アンツーカーまで行きました、ジャンプした、栗原ナイスプレー。いきなりいいプレーが飛び出しました。強い球、二遊間か、セカンド使った、ナイスプレーだ、一塁送球、一塁もアウト、ダブルプレー。うん、レフトへの強い打球になりますが、レフトの頭を越していかない、今しか乗っているぞ、さあ急いで戻りますが、これは2人とも戻っています。西川春樹ナイスプレー、よく取りました、追いついています。中村の合戦の左中間を割ったかという鋭いライナーでしたが、西川カーブで行きましたが、ショートエチェバリア、よく取って一塁送球は間に合ったか、ナイスプレー、メジャークラスの守備、これが
まあメジャーリーグでレギュラーショートストップを張っていたエチェバリアですね、富山さん。これはちょっとすごいですね。さあこれ来た、おっとショーフライになるが飛び込めは通った、森のダイビングキャッチ、スクイズ失敗に終わりました。キャプテンです、スクイズ失敗、森が飛び込んで最後距離を飛び込みました。ファインプレーです。